ジャパニーズウィズチエです。イエーイ。皆さんこんにちは、 TLS 関です。本日もご覧いただきありがとうございます。本日もやってまいりました人気のコーナー、日本在住の留学生が実際に日本で生活をして、東京で生活をしてどうなのか聞いてみるコーナーです。今日のテーマは東京に住んでる皆さんの節約方法を聞いてみたいと思います。今日も1年以上日本で勉強をして日本での生活が慣れている3人の皆さんに聞いてみたいと思います。自己紹介お願いします。オリビエです。フランスから来ました。よろしくお願いします。リュウです。タイから来ました。よろしくお願いします。で、アリンです。メキシコから来ました。よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さん東京に来て、まあ、前回まで生活費について聞かせてもらったんですけど、お金使いたい放題使ってるっていうわけじゃないんですよね。まあ、無理だから節約もしなきゃいけないと思います。多分皆さん YouTube を見てる皆さんも気になると思うので、一人一人詳しく聞いてみたいと思います。まずはオリビエさん、普段何か節約はしてますか？はい、なんか外で食べたら日本のレストランは安いだから、なんか500円で食べられる、なんかそれでなんか節約できる、いろいろなものも食べられるから、それは便利です。確かに日本の外食意外と安いの多いですよね。そうですね。しっかりしたなんか魚の定食とかでも700円とか800円で食べれたりとか、そば、うどんも安いと本当に500円以下で食べれたりとか、日本の牛丼安くて美味しくないですか？そうですよね。皆さんおすすめの場所とかありますか？私はなんかオートヤでおすすめです。なんか和食も食べられるから、もう美味しくて安くて、だから私のおすすめです。そうですよね、日本の定食屋さんですよね。そうですね。確か日本に来たら日本の食べ物食べたいですよね。あ、そうですね。ゆうさんは？やっぱカラオケ買うんですけど、さすがカラオケ好きですもんね。カラオケの中で、カラオケしながらなんか注文できるし、なんか、まあ、一番便利だと思います。遊びながら食べれるし、お得で、はい、そうです。時間節約です。いいですね。アリンさんは？私カレーが好きから、ココカレーのっていうの店がある。ベジタリアンとビーガンのオプションもあるし、カレーものもある。それはいい。日本に結構カレーのお店多いですよ。そうですね。そのビーガンもあるのはすごくいいですね。なるほど。西葛西には結構学生も多いので、お得にランチが食べれる場所も多いです。多いです。アリンさんは？はい、私はなんか自転車は便利と思います。あとは私はちゃんと自炊にするので、家で料理作るは、制約になっているとか、あとなんだっけ、スーパーも行くけど、なんか商店街っていうのを、野菜の店と果物の店もいっぱいあるし、安くなります。と、なんだっけ、ですわ、ドン・キホーテってすごく安くなるで面白いお店。ドン・キホーテ種類もあって、そう、安くていいですね。そうですね。あと面白い、いっぱい断るからですね。そうで、あ、そう、日本はいろんなクーポンとアプリもあるから、なんか安くなる。メキシコではあんまりそういうクーポンとかはないんですか？あるけど、あまりないですね。そんなにあまりない。日本は結構多いですよね。いろんなクーポン。そうです。ありますね。ラインの効果で言ったら、クーポンなんか、そう、ディスカウントもできます。そうですよね。まあ、そんな違いもあるんですね。ラインクーポンとかも多いし、例えば、このお店に初回で行くと、一杯ビール無料とか、ドリンク無料とか、あとはホットペッパーグルメとか、あとはあの美容室の割引なども結構あるよね。皆さんも日本に来たらたくさんクーポンあるので、探すと何かしら見つかります。ぜひ使ってみてください。ゆうさんの節約方法は？
パー定期券のことですね、うん、なんか TOS の学生証だったらなんか 学割はい、なんかもうありますので、なんか一番なんか節約方法です、うん、はい、そうですよね。 TLS の学生結構定期券使ってる人多いですよね、はい、あとは何かありますか。あとはなんかスーパーのことですね。なんか8時なんか 夜の8時以降ならなんか割引のシールが貼ってるので、まあ、あとはなんか弁当もなんか半割も半額もなんかありますので、うん、まあ、それは一番いいだと思います、うん、皆さんも半額のもの、何かスーパーで安いものを見つけた人います？そうだねなんかもう昨日チーズ見つけた、半分でチーズ、ね、いつも高いチーズ買えて良かったですね。良かったでしょ。なるほど、確かに夜のスーパー本当に安い。私もそれを狙っていく時もあります、うん、はい、なるほど。皆さん、日本に住んでみないとわからない節約方法たくさん教えてもらいました。とってもいい情報だったと思います、ね、YouTube をご覧の皆さんも日本に来た時にいろんな節約方法を試してみてくださいね、うん、それでは次回またいろいろ聞いてみたいと思います。またねー。